長田と清は明治から昭和時代初期にかけて活躍した日本の牧師である。1860年に岡山藩士、長田三右衛門の息子として生まれる。1868年岡山藩立学校に入学する。その後、海軍兵学校を目指すが挫折する。次にミッションスクールの月地大学校に入学する。しかし、 1875年築地大学校は廃校し、玉桃学校に転校する。次に、ジェームス・バラの主催する横浜バラ学校に入学する。その時に、キリスト教に目が開かれる。1877年実家の事業の失敗により、岡山に戻り、中川横太郎の助手を務める。八百八十年に、新島城と出会い、同志社促成法護神学科に入学するが、 2ヶ月で退学する。次に、新島の紹介で、湯浅二郎に指示し、安中教会に仕える。和田正細と、元ら祐二郎に招かれ、公共学者の幹事を務める。1881年に、安中教会で、海老名壇上より洗礼を受ける。さらに、津田線の勧めにより上京して、東京英和学校の発足に対して教師になる。この頃、 築地の東京一致新学校で牧師の研鑽を受ける。1883年6月東京第一、教会の仮牧師になる。神戸 YMCA の会長も兼任する。1884年から1年間同志社に留学する。1885年、杉田誠と結婚する。1886年に霊南坂教会を辞任して、多門キリスト教会。 現、日本キリスト教団神戸モン教会の伝道師に就任し、日本キリスト教伝道会社社長を兼任する。1890年米国に渡りシカゴ神学校に留学する。1888年に歯磨きや石鹸の製造販売の事業をしていた小林富次郎が長田の演説会を聞いたことがきっかけで、小林は長田から洗礼を受ける。 1901年に帰国後再び、日本キリスト教伝道会社社長に就任する。1902年多門教会を実施して、日本キリスト教伝道会社社長仙人になる。1903年に、天馬教会の六代目牧師に就任して、バイカ女学院名誉校長を兼任する。その間、中郷内群稲田の伝道を開始するが、1908年に、妻の間がなくなる。 1910年に天馬教会でリバイバルが起きるが、1913年病気のために天馬教会を退職する。1914年から新潟教会の11代目牧師として着任する。新潟で楠田徳樹と再婚する。新潟で生、友女学校や精神幼稚園を設立する。1923年病気療養のために新潟教会牧師を辞任して、 東京大久保に転居する。1924年事業をしたう者が集まり、資音会が発足する。1925年東京淵戸瀬カラス山に転居して自宅兼集会所の資音層が作られる。1926年に資音幼稚園及び日曜学校が設立される。資音幼稚園園長として誠実礼拝に説教を行う。 1930年ジオン街道が竣工される。1939年に死去する。ありがとうございます。